はい、ではプレーンオムレツ、鉄のフライパンでいきましょう。ちょっとバター入れましょうね。フライパン18センチ、めちゃめちゃちっちゃいですね。卵2個分でーすね。はい、一気にいきますね。はい、しっかりと。はい、外の卵を中に入れ込みながら、もう一つですね。はい、超半熟状態です。はい、いい状態です。はい、先端の方に卵をちょっとやりまして、そして、はい、オムレツの形にしましょうね。そして、トントントン、コロリンジャです。はい、いいですか、これがトンですね。はい、ここをひっつくのを始めて、トントントン、コロリンジャ、コロリンジャですね。はい、これで OK ですね。下からついたら OK ですね。はい、では、乗せていきましょうね。元の位置に戻します。はい、コロコロ。はい、はい、出来上がりましたね。はい、では、スパゲッティの上に乗せましょうね。コロ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 。見てください、コロコロ。ね、はい、出来上がりです。いかがでしょうか。鉄のフライパンでプレーンオムレツです。はい。